ハリマト日大イラツメは、第十二代、慶光天皇の皇后、日本穂高の母、ハリカンの稲日の王イラツメ、陰波別状とも、古事記に基づく関係経図、ハリカンの稲日の王イラツメ、または、稲日の王イラツメと表記される。厳しんだのその若竹喜光彦野の女で、串格別王、王臼命、王須の命、和猫命、 神くオーラの母親とされる。また、妹として、稲日のお若いらつめが記され、同じく、慶光天皇の日であったという。日本書紀に基づく関係経図張り等と日大いらつめと表記され、慶光天皇2年3月3日に皇后に建てられた。大臼宗子、大須の村の母とされるが、この他に、千山と猫巫女の母とする説も指している。また、 稲日大イラツメの名の遺説として、東七イラツメを挙げており、これは、古事記で妹とされた稲日の若イラツメに通じる。なお、慶光天皇52年上に皇居記事がある。危機の稲日の大イラツメは、張馬国風土記の過去軍、稲美軍城に登場する、稲波別城と同一人と考えられる。脇イラツメの名は、古事記で妹とされ、日本書記で、 別名とされた、若いらつの名に通じる。風土記によれば、因波別城の父は、丸武神の祖、ヒフル南寺家や、母は、キビビメである。慶光天皇は、因波別城をつまどいに、ハリマイと出向いた。別城は身を隠したが、天皇に探し当てられ、二人は、白宮で結ばれた。年経て没した後は、日岡に墓を作ったが、意外を運ぶときに、 川の中に沈んでしまい、口箱とヒレの実を埋葬したという。しかし、彦南寺命は、聖武天皇と同世代であり、因ン別上の父とする、系務関係は、疑問が大きい。張リ島日大エラツ命日岡領領は、宮内町により、兵庫県加古川市加古川町大野にある、日岡領に事情されている。宮内町上の形式は、前方公園。遺跡名は、 ひおかりょ古墳で、墳丘長、約80メートルの前方公園墳である。ありがとうございます。